ですね。スピーディーはもともとこれ結構ゆっくりのオーケストラに編曲したんですけど、どうやらなんかいろんな研究によると、もともとのなんかイタリアの舞曲の時はもっと早かったんじゃないかとかっていう話もわりかし有力で、あのシチリアーナっていうタイトルもあのレスピーギーのタイトルなんで、もともとはもっとなんか早かったかもしれない。じゃあ今日は早いんですよ。いや、それでどうしようと思って、この間ちょっとご相談させてもらった通り、最初はそのレスピーギーのゆったりモードで行って、はい、うん、後の方ちょっと早く行こうかなと思ってるんで。よろしくお願いします。どうなることやらですね。はい、よろしくお願いします。マンドリンのようにね、こう貼り合わせてあったんですけれども、はい、こちらの方が先に作っていただいたタイプで、もうなんかありとあらゆるものをこうくっつけていただいてしておりますが、後ろにちっちゃな穴があって、ここから空気が出入りするというか、中で響いた音がここからも出てきますし、表の鏡板は、ギターと同じように、
スプルースでできていて、でこの真ん中の白いロゼッタ、バラ飾りは、もともとギターなどはホールが開いてたりとか、バロックギターとか結構なんか中に飾りがあったりするんですが、まあその名残というか、これは羊皮紙をレーザーでカットしたものを装飾として貼り付けてあるので穴は開いていません。結構なんか弦が長くなるとギターと、あのギターの邪魔になるぐらい音っていう仕事ですあのちっちゃいマリアハーブの時はあのちょっとギターの方にすいませんもうちょっと小さくして弾いてもらえませんかとかいう感じでお願いすることもあったんですけど、まあ、この長さになるとはい、あんまり暴れないように気をつけたいな、気をつけたいと思います。ではあの、アンドレ・ギャニョンさんの「巡り合い」という曲をマリアハーブ用に、アレンジ二重奏にアレンジしたバージョンを今日はギターとハーブ でなおかつパートを交代しながら弾くということなのであのよろしくお願いします。